どうもこんにちは、シュンティー B シュンのシュンです。生きを目指すフォートナイトパート10やっていきたいと思います。ということでね、フォートナイトシリーズも10回目です。で、今回もソロでやっていきます。では、一戦目が始まるまでカットします。よし、では試合目やっていきたいと思います。ということで、どこを見せようかなぁ、どこですね。あ、マスク、あー、まあ、ここにしようかな。マスクバッテリー、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 やっぱりあれだよね。最初に武器がいるので前回のパートめっちゃ焦ったからね。うん、パート9めっちゃやってめっちゃ焦りましたので、あ、武器がどうしようとか、お、なんか、お、今出てきたね。なんだこれ、お、ピストルが出てきました。星3、あ、なんかピストルエンボなんかランクがあるんだ。あ、撃っちゃったやっちゃったなんですけど、あれってか、自分なるハテナの場所、あれエリアはないじゃない。あれ、自分ハテナの場所行ったと思うんですけど、なんか行ってない扱いになってる。待って、どうしよう。なんか中央機行った方がいいんかな。どうしよう。でも中央機、まあ行きますか。中央機行ってきますよ。中央機っていうか、どこまで行ったら、なんやろ、ちゃんと行った、そこに行ったよって感じのことになるんかなとか思うので、どこ行ったら、でも、ここ、新しいエリアだよね。自分行く中では、なんか、なんやろ、ちゃんとマップに色ついてほしいんだけど、あれ？行ってないのか。行ってない扱いになってるね。怖いな。どうしよう。言ってるもんね。まあ、さっきの場所戻りましょうか。行ったんだけどな、おかしいな。なんか、車って乗られへんのかな。車って乗れないのかなとか思うんですけど、まあ、多分乗れないか。うん。多分車は乗れないかな。よし、じゃあ、飛び入れよう。で、ちょっと、いつも通りやけど、ちょっとね、隠れますね。あんまり人多いときは、自分動いちゃうと、すぐ撃たれちゃうと思うので、うん。ちょっとピストル構えて。これピストル、あ、なんかやっちゃった。なんか自分なんかピピピっていう、なんか赤13メートル、なんやろ。何この赤いなんか、あ、ん？ウェイポイント。マーカーをちゃん、あ、よかった。消せた。あ、マーカーって、あ、マーカーなんやね。マーカーマーカーか。マーカーがあるんだ。あ、だ、ここを押したら、なんか、危険？あ、なんかいろんな、あ、違うわ。これは違うのね。あ、これは違う。何、おどろうとしてるんやろ、自分ってこと。まあ、でね。今回のパートで10回目なんですね。なんか、うん。さっきも言った通り10回目なんで、なんか次のパートは多分11になると思うんですけど、ちょっとね、10と11の間にね、なんか特別編を設けようかなってことで、だから、パート1からパート10までの、なんか名場面集的な感じの動画を作ろうかなって思ってます。で、多分ね、そんなに名場面集ないかなと思うので、多分1パートに1個あるかないかなと思うんですけど、まあ、とりあえず、名場面集の1、まあ1って、まあ、特別編の2になると思うんですよね。うん、特別編の2は、パート1からパート10までの名場面集、あるいは、名場面集的な感じで、動画作っていこうかなと思います。まあ10回目なんでね、フォートナイトシリーズも10パート目
バード域から比べてどんだけ、まあ、うまくなったんかな うまくなったんかなんか隠れるスキルはなんかなんか隠れスキル的なことはなんか上昇したかなとか思うんだけど、いやそんなことないか、隠れるのも下手かな、あれあらとか言って、わあどうしよう、園外や 園外だな、移動しましょうか、園外ですね、よーし、じゃあ移動しましょう。積極的に、なんか外に出よう的なことも、どうやっていこうかなとか思うような感じの人でね。さあ、頑張って。あれ？違う。逆やん。方向音機械。マップあるのに、マップあるのになんか道間違えて、こっち方面に、こっち方向に行かなきゃ。民家とかあるよ。民家ってか、なんか家とかあるから、ちょっと泳ぎながら行こうかな。泳ぎながら行こうかなと思います。ここより、ああ、ちょっとなな流れで遅くなるのか。じゃあ、あんまりないかな。よーし、まだだね。まだですね。結構な距離だな。結構な距離ですね。結構な距離なんだけど、でも今回はシールドなんかミニシールド的なことがないから、ちょっと心配じゃあ心配かな。すぐやられる。あ、撃たれる。どこどこどこ。あ、ないないない。どけらどけら。わあ、撃たれる。あ、逃げろ逃げろ逃げろ。あ、ないないない。怖い。怖いよ。びっくりするよ。29位かー。あ、びっくりした。なんか緊急みたいだね。どうすんね、まあ、今回、行くのは終わってたんですけど、なんか、パート10なのでね、もう一戦しますってことで、2戦目なんですけど、勝ちます。では、2試合目、まあ、2戦目、お左上には2戦目って書いてますが、2試合目って書いてますね。どこに降りるよ。あ、なんかもう、ハテナの場所が、ハテナの場所があれだけど、どうしよう。じゃあ、いつも通りの場所に行こうかな、中央の。どこやったっけな、いつも通りの場所は。ここかな。ここか。あっと、なんか怖いね。怖いよ。どこに行けばいいのか、もうわかんない。迷子だ。怖いよ。木やった。ちっちゃい木やった。どうしよう。もうない。もうない。ある。ここにしよう。こんにちは。こんにちは。なんか広そうな家があるから、家って言っていいんかな。まあ、家か。ドストじゃない。ドスト？ん？知らない。家か。家にね、お邪魔しましょう。こんにちは。あ、なんかダメだった。よし。こんにちは。ハロー。なあ、あった。武器を取って、武器は必要やから武器を取りましょう。サブマシンガンとピストルです。なんだこれは。え、モニターとか持ってる方いますよ。よっしゃよっしゃよっしゃやったぞ。初めて直した。ソロで初めて。やったぞ。パート10にして1人倒せました。やったー。なんかもうなんかいい息になるように、なんかできるよ。え、なんか、ピストルもらって、やった。
ピストルじゃない。ピストルの弾かな。ほら、で、やったね。なんかやったねって。でも、まさか、もう自分なんか、あ、やられちゃうとか思ったから、ああ、よかった。ようやくね、パート10にして、ソロで初めてのキルをね、お見せすることができました。ありがとうございます。やった。もう自分、嬉しいよって。あ、なんか、何これ、振り顔え、ま、違う、何もらって、何これ、スモールフィッシュってお魚が、なんか、どうしたん、自分。ポンプショットガンは、やった、やったぞ、あれ、なんかすごいことになってる。あれ、ミキール。2人ミキルしましたね。あれ、初キルどころかミキルしました。やったぞ、やりました。初心者がミキルをしました。パート10なのに、なんかパート10で初心者が初心者って言っていいのか分かんないけど、でもまだ初心者だからね。やったぞ。どうすればいいんだ。もう自分、逃げる。いや、なんか逃げるって言った時はないんだけどね。あれやけど、よし、じゃあこのまま勢いに乗って、真ん中。やった。なんか、あ、もうなんかないな、弾がないので、あの銃のなんか銃弾をちょっと確保したいけど、できないかもな。確保できる？できる？すごいよ、できる。すごいね。あ、ここ、ちょっと、弾ないかな。欲しいな、弾。銃弾欲しいな。こんにちは。あとから僕やったね。おー、なんかいろんなも手に入ったね。あ、なんかピストル捨てちゃうことになって、なんで、あ、こっちにしようね。これ何や、これポンプショットガン、サブマシンガン、バーストアサルトライ、何バーストアサルトライフって何ですか。でも俺ここだとまだライなの。円の中の入ります。で、やったぞ。よし、中に入りました。透明内です。透明内、円の中ですね。え、違いました。ごめんなさい。何やねん、待って。お魚違う。お魚これ。怖いね。ここ、よし、ちょっと隠れましょう。隠れよう。隠れた。よし、隠れました。やったぞ。ああ、ミキルだよ、ミキル。初キルして、さらにミキル。やった、パート10で、ようやくですね、パート10で。やったね、じゃあね、ようやくね、倒せたのでね、なんやろ、1位もね、目指して取っていきたいところだけど、さあ、どうかなって。初めてのキル。はぁ、やった、これはもう名場面集決定だ。名場面集に入るよ。あったー、嬉しいよ。あんまりね、こういう、なんやろ、なんか、バトルロイヤル的なゲームで、なんかいつも、やられてばっかりやったからね。よかったのかな。良かったのかな。でもやっぱりなんか喜んでいいかなとか思っちゃうこともあるんですけどね。まあゲームなので、まあそうかなって感じ。ちょっとね、まあいつも通り隠れちゃってますね。いつも通り隠れちゃってます。なんかザ・エーなんちゃら、ザ・エーゼント、んえ、ザ・エーゲンシー、もうなんか、え読めん、なんか、こ、
この画面やとなんかもも文字が切ってちょっとわかんないけど、なんかザーなんちゃらこんちゃらで、なんか真ん中だよね。なんかちょうど真ん中の位置に来てるのかな。でもまあ円はちょっと右上行っちゃってるって感じかな。円は右上なんだね。あと待ちましょう。次の人まで待ちます。まあ、こうやって待ってる間にね、なんか喋ようねって感じ。今なんかいつもなんかね、喋ってるんだけど。怖いよ。怖いようだよ、本当に。なんか、どうしようかな。このまま、このまま1位取れちゃうんじゃないのかなとか思ったりもするけど、どうなんだどうなんだとか思ったりするけどね。うん。24位ですね。20位ぐらいには入りたいかな。さあ、もうそろそろまた、トーム、そうやね、なんか、動かなくていい場所だったらいいんだけどな。うん、そのまま、じっとしてても大丈夫な場所やったらいいんだけど、多分動かんとあかんかな。うん、多分動かんとあかんかなと思います。結構、遠い距離になりそうな予感もするけどなぁ。違うか。違いますね。違うのか。さあ、もうすぐ、ドームのアートしたね。あっと、遠いか。遠いですね。遠いね。だいぶ遠いなぁ。どうしようか。どういう道ルートで行こうかな。どういうルートで行ったらいいんだ。どういうルートで行こう。それかストームと一緒に行くっていうのもまあありなのかな。ストーム後ろですね。後ろだけどどうしよう。ストームと一緒に行こうかな。ストームと一緒に行こうかな。撃たれてる。撃たれてますよ。あ、ダメだ、撃てないわ。やめた。やめた、なんか、みんなが戦ってるけど、自分気づかれてないね。撃たれてないね。気づかれてませんね。影が薄いんでしょうか。気づかれなかったね。つかないけど、なんか気づいてもらえなかった。気づいてもらえなかったよ。なんか、ボートが、あれボート乗れるの？乗れないか。おっと、あ、気づかれてる、やっぱり。気づかれてます。気づかれてない。じゃあもうすぐストームが動いちゃうな。どうしようか。もう一緒に走ろうか。もうストームと一緒に走ろう。そうだよ。ストームと一緒に走ります。もうストームはちょっと早いな気がする。どうしよう。結構な距離やけど、ストームがもう後ろにね、迫ってきてるよね。よーし、じゃあね、泳ごう。さあ、泳ぎます。泳ごう。わー、気持ちいいなぁ。わー、気持ちいいなぁ。どこに行けばいいんだ。ちょっと、あれだけどね、なんか、絶対バレそうな感じがするけど、大丈夫かなぁ。あ、おー、俺、線、死んでた。行く。金魚魚。あれ。なんか行っちゃったけど気づいてないな。気づかれてませんね。逃げろ。ストームに。でもういいや。うん。走る。バレてもいいから走ろう。やばいもん。自分やばいもん。お、やった、新しいとこ来ました。やったー。なんだそれ。
今それじゃないんだよ、トム、キャー、トム来てる、あートムだ、やばいよ、逃げろ、もうダメだ、トム早いの、あ、そうなんか、やっと新しいとこ来たよ、なんかトム、くぐり抜けて、トムです、あれやけど、新しい場所来たのはあれやけどさ、いいんだけどさ、ダメ、体力減っちゃってるんだよ、ちょっとあの、体力減らされてんだよ、まあ、ちょっと、すいません、置いてかないでください、置いてかないで、置いてかないでくださいよ、なんかアイテムやけど、いいや、体力の中めっちゃ減ってる、あ、こんにちは、なんか、体力が、ここに10人って言ってばいけない、体力減って、こんにちは、やばい、いた、さあ、なんかおるね、おるけど、隠れた、やったぜ、隠れるのもできるの、でも体力回復できない、てかバレてないな、あれ待って、ここでまた隠れてもいいんじゃないのか、隠れてもいいんじゃないのか、バレてないね、なんかジャンピングしたね、怖いよ、てかまたストームとしよるし、お城ちゃんストーム、動けないな、動けないな、でも動いちゃおうか、見て走れ、走ろう、で、走ろう、もう怖いから走ろう、うん、走りましょう、もう、あ、違う、魚、なんかびっくりさ、魚でもびっくりするからさ、ドームの縮小中、走れ、体力めっちゃストーブで減らされたんだよ、走れ、あれなんかゴールにたどり着けません、ゴールってか、あれあ、違うんか、方向間違ってるときだ、また方向間違ってるよ、よし、ここだ、よーしで隠れます、あ、なんかアイテムある、リモート爆弾を手に入れた、R にで、じゃあ、おいしょ、まあ後ででいいか、てか自分どこで投げたんだ、リモート爆弾、怖いな、どんどん来てる、あれ待って、あれここダメ、自分のここおる場所ダメかな、いや、え、ギリセーフじゃないのか、いや、アウトかな、アウト、あ、アウトか、あ、セーフやった、ここ怖いよ、怖いな、あ、でも移動しないといけないのか、移動したくないんだけど、ダメ、移動したくないんだけど、なんか撃たれてない、しょうがないね、行こうか、行ってきます、行ってきましょう、で体力ないから、まあ心配っちゃ心配やけど、え、まあ魚かな、どういうの、魚かちょっと拾って、ね、あ、違う、あれ、ここは違う、てかもうあんまりあれなんだね、ここじゃん、ここらへんやん、ここら辺じゃないか、おお、
曲げよ。なんでだよ。どこ？どこだ？ここの家隠れようか。怖い怖い。包帯包帯が包帯って包帯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 。包帯包帯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 。よし。あ、もうまだいける。包帯包帯。あれ包帯はあれ？もう使えないの。使えないのか包帯は。包帯は使えないのか。もう怖い。怖いよ。怖い。おっ、おれおれ。あー負けた。うう、惜しかった。惜しかったよ。惜しかったよ。う、惜しかったよ。いけたかなとか思ったけどダメやったと。ダメやったよ。あー、4位。4位。いやー、惜しかったような感じもするけどね。うん。惜しかったような感じもするんですけど、でも。ね、初めてのキルに、そして2キル達成そして4位ってことやね。まあなんか、ね、どう10パート目なんかいい感じでね終わることがまあできたかなと思いますまあ 4位だったらね、もう一気に一気に頑張って、あともう少しだからなってよって感じだったんだけど、まだ1位は終わずでってことでね、今回のパートを止めて終わりたいと思います。チャンネル登録と Twitter のフォローをよろしくお願いします。ツイキャス配信、ミナチブ配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ていてもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。